ました。では最後のステージです。中高合同ステージになります。先ほどもね、中学と高校のステージの間で喋りましたけども、一緒にね、こうやって演奏する機会ってなかなかないもんでですね、年1回、そしてこうやってね、ちょっと楽しい、ね、演奏をしたら、中学生がですね、高校に進学したときに、入部しようって思ってくれたらいいなというふうに強く思ってやっております。ね、入ってくださいね。はい、今も、2年生にもですね、たくさん、各学年に数人はこの中学校から、ね、上がってきた人が、いてるんですけれども、今年の1年生にもね、数人入ってくれましたし、毎年そうやって高校でも続けようというふうに思ってくれる、部員がいるのでとてもありがたいことなんですけれども、これどっちにしろね、こうやって一緒にやるのはいいことやなと思いますし、それぞれにいい刺激になっていいかなというふうに思ってますので、これからも、ね、1回は最低でも一緒にできたらいいかなというふうに思っております。あともう一つですね、6月の1日の土曜日なんですけれども、本校学校でですね、チャリティーコンサートをすることになりましてですね、能登半島地震と台湾地震ですね、チャリティーコンサートをすることになりました。また、ホームページ等でですね、おそらくお知らせすることになると思いますので、もしよろしければ、会場は学校になりますけれども、お越しいただけたらなというふうに思っております。では、合同ステージ最初の曲です。オーメンズ・オブ・ラブという曲ですね。これまた、爽快で、ね、テンポが速い曲なんですけども、ドラマは、ね、中学生が頑張って、大健闘しておりますので、温かい目でこれも見ていただけたらなというふうに思っております。では、1曲目オーメンズ・オブ・ラブをお聴きください。Thank you.
最後の曲です、宝島、これも吹奏楽界ではもう本当にいろんなところで演奏されている曲なんですけれども、先ほどのオーメンズブラウンと同じフュージョンバンドのですね、 T スクエアというですね、バンドがありまして、その人たちの曲なんですね。まあ本当にこれも昭和時代なんで、演奏している彼ら、ステージに立っている彼らはリアルタイムは知らないんですけれども、まあ、吹奏楽界では本当に、30年、ひたすら40年ぐらいかな、ずっといろんなところで演奏されている曲です。とてもこれもノリのように、まあ、三和調になっているんですけれども、曲ですので、お聴きください。では最後の曲、宝島です。
してる人が手拍子を強くしてるような気がしたくもないですけどね。はい、最後なんですけど、最後って言うのも変ですけど、本当に最後です。1曲だけ、ね、先ほどから散々上昇学園高校吹奏楽部がいつもやってる曲、いつもやってる曲って言って、言ってた風になりたいですね。これでお別れしたいと思います。はい、で、ですね、実はおそらくなんですけど、中高一緒にやる風になりたいはこれが初めてかなと思って、これもちょっとね、貴重というか、ね、新しい試みっていうか初めての試みではあるんですけれども、まあ中学生がすごくね、まあ普段からこの高校の風になりたいに憧れてくれてるっていうのもありましてですね、一緒にやるって決まった時はすごく喜んでくれたんですけれども、はい、その風になりたいを最後に、全員で演奏して終わりたいと思います。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。終了いたしました。ご来場いただき誠にありがとうございました。